前回の稲妻イレブン GO は俺の分析では赤さん組み戦に対抗するのはチームレベル23から25、あれ全然いけるやん。あかっこいい。カリアってお日様園だっけ。会場では衝撃波が発生、野外時空が曲がった。俺らの方がスタジアム利用できてるんだぞってところ教えてやろう。完璧すぎない？何この一人ワンツー、すごいドキリの。それでどうすればいいんかだったと思う。あれが管理サッカーの脆さだ。止めれるよな三国、頼むよ。お前には何ができるなあ。これ鶴にこん中行ったらどうだ。ええまた、え羽生譲ろうったよ今。何にもできないの三国は。何ができる、こいつ手燃やすだけ燃やして、バカやん本当に。まあ天馬が決められなかったら終わりだね。貫け。また三国のせいで負けたよもう。どうもこんにちは、こんばんは、岩です。稲妻イレブン GO 社員全館次からやっていきましょうということで、前回私またしても負けましたね。ホーリーロードの、地区予選決勝でも負け、全国の1回戦でも負け、2連敗中ですここのところ。でなぜ2連敗してるかと、まあ連敗してる原因を作ってるもの、原因を作ってる男がいます。それはこの人、三国太一。こいつはライモンの裏キャプテンと言われている、人情に熱いチームの大黒柱と言われているらしい。こいつの大黒柱の黒は黒星の黒となりつつある。そんな彼が今回進化して帰ってきました。見てください、キャッチ驚異の194、あと6で200まで届かないか、なぜ200まで届いてないかと言うと、見てくれ、熱血がないです。はい、そういうことです。まあ伸ばせるところまで伸ばしました三国。バニーキャッチも回まで上げました。はい、1個しか上がってないが、この1個がチームを救うかもしれない。偉大なる1です。偉大なるワン進化です。ってことでチームレベルも少し上げました。チームレベル23、前回が19とかそんぐらいだった気がするので、まあ4上がった感じかな。まあ結構上げました。対戦ルートの S ランクリア2回ぐらいやった感じかな。で、前回ね、リセットされてなくなっちゃったアイテムも回収してきたよということで、これですね、荒波ボトルと帝国の戦略の人も回収してまいりました。あとないと、あとなんか裁縫箱も手に入りました。ということで、まあ今回さすがに勝てるんじゃないかなと。こんだけレベル上げて、あでなんかようわからんやつ仲間にしたんですけど、まあこの辺は気にしないでもらいたい。はい、そのうち追い出すんでね、我がライモン中かな。ってことで、まあ今回リベンジマッチということでやっていきたいと思います。リベンジマッチもクソもないけどな、セーブデータリセットされてるから。ただ実質リセットされてるから、今のところ俺たちは負けなしなのかもしれない。はい、いやとりあえず目的が全部終わるところまでやっていこうかなと思います。ということで前半のイベントが今全部終わった感じですね。で今兵道が化身発動してるんで、前半のうちに兵道の化身ちょっと切れさせておきたい。 KP をできるだけ削っておきたい。ナイステマで、テンマもう TP ないから、テンマの魔人ペガサス発動。これさ、テンマが兵道に突っ込んでも化身バトルになるのよね、さすがに。さすがにボールただキャッチされるだけだな。魔人ペガサスアタック80あっからさ、おっと誰だ、誰が発動した、あ一文字ね、赤きメガホーク。そう、ペガサスアタック80あっからさ、兵道に突っ込んで化身バトルにしてアタックで削ろうと思ったけど、さすがにそんなうまい話ないよな。ってことは早見レベルアップして風神の前を覚えました。風使いになりました。まあ風神の前覚えるやつは強いからね、相場決まってるからね。風丸といい、天馬もそのうち覚えんだろ。天馬いったね。これボレーシュートで、なんか俺攻略本で見たんだけど、シュートとか、化身シュートで使う KP の量はなんか 45% から 50% らしい。なんか半分ぐらい削れるらしい。まあ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 、相手もこれで結構削れると思う。まあ強いな森くん。うわ惜しい。いや1の単体じゃ無理じゃないか。んーいやー、待って、引き分けは俺の勝ちじゃないの。ナイスツルギ、それ熱い、それかなり熱いかも。いやデスドロップで破れるとは思えないが、まあギガンティックボム使わせたらこっちの勝ち、実質勝ちみたいなところある。使わせろ。いや貫ける、よし貫いたのでかい。ギガンティックボム使えなかったのかな、もしかして。ヒョウドさんもうケピない。ヒョウドさんのケピ、あ全然まだある、あと半分くらいある。あれか、半分40から 50% って、あれ俺なんか間違えてるか、攻略本に嘘つかれたかもしれん。俺が間違えてんじゃなくて攻略本が嘘ついてるかもしれない。でもこれ天馬ちょっと化身シュートが一番怖いんだよ。これアタックで削っていこう。アタック、アタック80あっからな。持ってけ魔人ペガサス、赤は俺のもんだ、貫け。あーかわされたか。まあ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 いいでしょ。必殺化身シュート技を打たせなきゃいいから、
はい、強い天幕ナイス。これいけんじゃねお前。一人でいけんじゃねか。早見で。あー変なところ出た。これたまに変なところ出んの何。これスライディング。属性は関係ないよ。いったれ。ナイス天幕。これもう一発叩き込むか。これいや撃て撃てって言われたら撃つしかない。天幕これラストかな。決心シュート。さすがに28は持ってかれるべ。まあ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 仕事はした。でこれで兵道もギガンティック使ってこれ貫けたりしない。貫けるんだよな。レベル上げたからこれがレベルです。この調子だ。いやレベルが正義だな。ナイスよ天魔。で天魔そうだ俺スパイクも履き替えたんだ。ちゃんと新品のスパイク買ってあげたからね天魔に。いい匂いのいい匂いのサッカーのねあのボール型の消臭剤も一緒に買ってあげたから。あれ一緒に買うとなんか30円引きとかだからね。じゃあこのまま、なんだよし兵道も切れたの。でかくない。これでかくない。これ次どんどん当たってけ。ケピ使わせろ。で1コマンドバトルごとに10減ってくらしい。ケピは誰だ。うわ青木翼。何メガホーク。あリュークだ。青木リューク。天馬くん GP なん今来るか。今来てしまうのか。オッケー。相手もバカだからこれここダブル。オッケー。1のいるってことはこれアシスト出てんじゃない。いやファールないかワンチャン。クレームはファール率高いよ。アシスト付きの振動属性相性の悪いお前がはないのか。竜具はまずい。なんでこいつ山属性なんだよ。でゴーは必殺技同士の属性しか関係ないからできるだけ竜。うわーうでもこいつ騎士しゃーぶねー。ナイス審判。やっぱ審判買えるからな。レベル上げたら知ってた。レベル上がったら審判も買えるようになるんだよオプションで。はは、ちょ待って、びっくりした。ちょ待って、びっくり、三国戻ってないの。そのさ、一個のイベント前までゴールバッテンだったのは別にいいんだけど、だからゴールバッテンだから三国あげたのに、一個のイベント終わっただけでゴールのバッテンなくなって、しかもボールが自陣のペナルティエリア内って、そんなことあってはならないと思います。僕はこれ良くないと思いますね。夏目イレブンさん、ナイスビバ。危な、やってることマジでやばいよ。あぶな、まあ2点差あるからね。3個早く戻って。お早い、人一倍戻んないね。早く戻れお前。なんか手ピンク色だな。パス出して、お危ね、閉まったかと思った。これ森くん、何が起こった今。相手に当たったのか。うわオフサイか。窓前。これあともうイベントないべ。あとはじゃあ力と力の勝負よ。なんか決心使いここまで戻ってんのちょっとうざいな。森くん行ったれ。これシーフアイ持ってるんで森くんは。でもこれシーフアイで取ったところで突破できるか。ナイス。まずここでボールカットしつつ、よいしょとパス出して、いたじゃん今こいつこいつこいつ残ってたろ。ちょ待って、あと言ってほしい。 2-0 が一番危険なスコアだからね。これスライディングな。お、これ2人巻き込めてんのでかい。お、化身使い巻き込んだのマジでかい。ナイス森くん。これいけ、1人でいけ、1人でいけ、1人で。で皆さん見て驚け、覚えてます。ゴーエンジから学んできました。コトレンしてきました。でけえ。うわパワー系、これがパワー系ファイアートルネード。ゴーエンジにはなかったパワーが強い。あこれ取れそうだけど。ナイス、属性が正義、属性こそ最強。オーケー、ナイス森くん。その声聞きたかった、その打てが聞きたかったよ俺は。いやヒョード属性でも相手パワースパイク非属性だったから、これ属性賞関係ないぞ。なんなら属性値の剣のデスドロップの方が強いかもしれん。貫け、よーし。化身ない兵道なんてただのデカブツよ。ゴール、この調子だ。関係ない関係ない、ただ的がでかいだけ。的がでかいゴールキーパーよ。ちょっとさ、あのまあ3点差だからっていうのもあるけどさ、ちょっと三国せっかく強くしたしさ、一発シュート打ってもらっていい。もう18分でしょ。ちょ一発、ちょ化身ショットや。南沢のシュートがいい。前回ソニックブーン止められなかったから、南沢のナイス。南沢のソニックシュート止めても完全勝利としましょう。南沢お前じゃない。南沢がいい。南沢がいい。ナイス。南沢なら取られてもいい。南沢になら取られてもいい。よし100とけ、やばすぎ。おいや南沢、前回は決められました南沢のシュートに。テクニックは勝ってます。三国、俺たちは進化したんだと、俺たちは特訓したんだと、進化した姿見せてくれ。なんでソニックブーン使ってこないんだよこいつ。まあいいでしょう。やっぱ回転が
一つなんか回転増えてない？来いよ南沢、南沢来いよ、よし撃って来いよ南沢。さあ来た、ソニックショットこれ止めて干渉としよう。三国バーニングキャッチ回は回転率1個増えてるからね、強くなってるんだぞと。回転率増えてもその回転殺すよーし、ナイス、完璧じゃねこれ。もうこれ時間潰して、素晴らしい。クソ、俺たちが負けるとは。やっぱレベルって大事だね。お、合算シューズ熱い。うわ、なんかチャージうるせえ、お前のレベルアップ音。お前いらないんだけど、別に認めたわけじゃないからな、お前を。負けた。顔を上げろ。ヒョドかっけー、こういうところいいよな。確かに試合は負けた。だが我らは全力を出し切った。初めてサッカーと本気で向き合ったんだ。ボールに自分の全てをぶつけることだけを考えて、俺はそれこそが本当のサッカーだと思う。お前らシードじゃないの？本当のサッカー、そういうことか。俺は、俺たちはもしかしてシードまでも変えてしまったのか。これが本当のサッカーだよ。シンド、ようやく分かったよ。お前たちがやろうとしてたことが本当のサッカーか。今頃気づくなんて。南沢、あの次も頑張れよ天馬。名前を呼んでくれた。一試合しただけで下の名前で呼んでくる慣れ慣れしい先輩ね。勝手に転校もしやがって。お前に呼ぶ資格なんかないからな、天馬と。天馬とな、お前が呼ぶ資格はないからな。え、はい。南沢さん、戻ってきてくださいね。みんな待ってますから。みんなに俺は含まれてないけどな。ありがとう。お、後日談。なんですか、こんなとこに呼び出して。信じてくれた。礼を言おうと思ったんだ。信じる？別にあんたを信じたわけじゃない。わかってる、お前は勝ちたかっただけだ。でも俺にはわかるんだ、お前がサッカーを好きだってこと。いいのかよそんなこと言って。俺はシードかもしれないんだぜ。今度は何をするか。お前はシードじゃない。これからもライモンのゴールを守ろう、一緒に。もうどんだけ信用されてないんだ、うちの大黒柱は。もっと頼ってくれてもいいんじゃないのか。ふん、後悔しても知りませんよ。お、急に人見子監督、ごめんなさいね。てかいいな、遠藤、この年になっても人見子監督なんだな。ごめんなさいね遠藤くん、刈谷くんのことをいきなり頼んじゃって。いえ、あいつみたいなサッカー好きは大歓迎ですよ。あいつ口は悪いけど蹴るボールは優しいんです。ボールから優しさが伝わってくるんです。そう、あの子がお日様園に来たのは11歳の時だったわ。事業をしていた父親が騙され、会社は倒産し、家族がバラバラになったの。誰とも溶け込めず、いつも一人だった。きっと親を見て思ったのね、人なんか信じられないって。なんか後ろに遠藤大輔の生まれ変わりいない？これ遠藤大輔の生まれ変わりいるよな。でもサッカーだけは好きみたいで、いつも一人でボールを蹴っていたわ。あー、カリア、キリノ先輩も。僕たち今から家でお祝いするんです。どこで？誰の家？カリアもおいでよ。アキネ、ここらしそうかよ。カリアもおいでよ。アキネがケーキ焼いてくれるんだ。すっごくおいしいんだよ。俺も食べたいな。ああ、ありがとう。うげえ、こいつらいつもこうやってつるんでるのかよ。カリアならもう大丈夫です。あいつには支えてくれる仲間がいますから。いえ、戦友がいますから。そうね。それがライモンだものね。どこもられたらしいんですけど、チュン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 、スカピー、うーん、うにゃうにゃ、アキネも食べられないよ。お、
サスケ上から見るとなんかサッカーボールに見えるな。勝手に入ってこないでほしいな。ウォン、うひゃ、あれ葵、なんでここ学校だっけ。もう何寝ぼけてるの。そろそろ1回戦の制定選挙の結果が出るらしいよ。みんなでテレビ見ましょう。あ、1回戦ごとになんか結果が出るんだ。なるほど、そうだ、制定選挙どうなったのかな。ということで投票結果はテレビで確認だ。ピコピコピコ、ないな、お、なんと写真だ。古びたボール。え、これえテレビは1階かな。ちょっと待って、ちょっと待って、ごめんごめん、ちょっと待って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 、なんかさらっと森くんいたな、今な。なんだお前、え、ダブルベッド森くん、え、とか自分の部屋のテレビで見りゃいいのにな。さあ、ホーリーロード全国大会1回戦すべての試合が終了しました。ここまでの制定選挙の投票結果はこのようになっております。ひびきさんに結構票が入ってるよ。僕たち以外にも入れてくれた学校があるんだ。まあ、合算国光はもうこっち側よな。やっぱり本当のサッカーをやりたいって思ってる人はたくさんいるんだ。やりましたね、工藤監督。お前が監督っていうの。はい、ライモンとガッサン国光の激戦に心を揺さぶられるものが多かったのでしょう。おい、キド、おい、キド、そういえばエンドは来てないのか。ん、悪い知らせ。はい、聖帝を裏切った学校があるようで、思いのほか響きにも票が入っています。ライモンが勝ち進んでいることが影響しているのかと。ならば潰すしかないな。手段は選ばぬ、ライモンを叩き潰せ。失礼します。聖帝に合わせろというものが来ておりますが。入れてやれ。誰だ。うっ、エンドを守るか。なぜだ、なぜこうなってしまったんだ高円寺。私は高円寺ではない、石戸修司だ。何を言っている。一体何があったんだ。こんな戦いを続けるよりサッカーを昔の姿に戻すにはどうしたらいいか一緒に考えよう。わからないのか。サッカーは変わったのだ。サッカーはもう昔には戻れない。私はサッカーを支配して皆にサッカーを平等に分け与える。高円寺、そんなことお前が言うなんて。お引き取り願おう。俺は信じないぞ。お前は誰よりもサッカーを愛していた。そんなお前がこんなことをするなんて俺は信じないぞ。なんでだよ高円寺。2回戦の相手はあの白蓮中。え、白蓮、大門サッカー部。ついにあいつが帰ってくる。次回、氷上の激闘、華麗なる強敵白蓮中。遠藤監督、どうしてですか。ということで、まあそっか、白蓮から錦と影山が来るのか。ぜひぜひ森くんと影山ひかるのツートップご期待くださいということで、今回ここまでにしてまた次回やっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。